アンティークジュエリー。アンティークジュエリーとは、制作されてから100年以上を経過した、宝飾品で骨董的価値を持つ、シン具のこと。主に欧米で作られたものについて言う。市場に出回るのは、制作から200年以内のものが、ほとんどという事情もあり、アール・ヌーボーやアール・デコキのジュエリーについては、正確にはまだ100年を経ていなくても、アンティークジュエリーとして認められることが多い。 あまり高価な素材を使わずに大量生産されたアクセサリーの場合はコスチュームジュエリーと呼ばれる。近代ではもっぱら装飾のために用いられるが、ジュエリーはもともと衣服を留めるための実用品であり、富を保管する役割を兼ね備えたところから始まっている。初期には骨や葉、貝や木や石といった自然物が素材である。多くの場合、 それをつける人のステータスを示すために作られ、その人物が死ぬと埋葬品ともなった。古来、ジュエリーは様々な理由で用いられてきた。ほとんどの文化は、ある時点で多量の富をジュエリーに変えて保管しようとする。結婚時産金代わり、貯蓄のため、あるいは富を堅持するためジュエリーを利用する文化も多い。またさらに、通貨や取引の材料として使われてきた。 ジュエリーが実用目的で使われた歴史は長い。事実、元来はブローチやバックルなど純粋な実用品だったものが、やがて機能が満たされると、さらに装飾品として発展したのである。さらに時代を下ると体にピアスなど装ン具をまとい、特定の集団内でグループへの帰属や勇気の象徴とする一方、一般社会で容認されている習俗ではない。 ジュエリーはまた特定のグループへの貴族を象徴し、キリスト教の十字架やユダヤ教のダビデの星などがこれにあたる。身分を表す、軽色、人間関係の印として、欧米の夫婦がつける結婚指輪がそうする。ゴフや信仰の証を身につけて、ほぼを願ったりあるを遠ざけようとする種族は、万国ほぼ共通で、アンクなどシンボル、石や、 植物や動物あるいはハムサなど体の一部、あるいはイスラム圏で身につけるクルアーンの一節を、記した飾り文字などが、例に挙げられる。芸術性の表現はごく初期においても、明らかに意識されていたが、他の蒸気のような役割を優先させることが多かった。19世紀の終わり頃に、ピーター・カール・ファベル・ジェイや、ルネラリックのウナ巨匠の作品で、ようやく実用性や、 財産性よりも芸術的表現が価値として優先され始める。この傾向は現代まで続き、ロバート・モリスのような芸術家へと引き継がれた。一つの普遍的要素として誰がどんなジュエリーをつけることができるか、つまり社会的地位を強力に示す装飾としてジュエリーは厳しくコントロールされてきた。例えば古代ローマでは、ある階級に属する人間だけが指輪をつけることが、 できた後には写真翼司法によりジュエリーのタイプ別に着用の規定ができるが基準はやはり社会的な階級であった文化による要求もまた影響を与えた例えば19世紀から20世紀初期にかけての欧米社会では男性がイヤリングをつけることはめめしいと考えられているところが同じ20世紀初期宝石産業界は 男性用の婚約指輪を流行させることには失敗に終わったものの男性用の結婚指輪を定着させる販売戦略は成功した。辞には偽りの歴史を作り上げそのルーツは中世にあると主張し催したのである。1920年代の米国で結婚式で指輪交換の儀式の行われる率は15%に過ぎず、 1940年代の中頃には85%にまで上昇している。宗教もまたジュエリーに関わりがある。例えばイスラム教では男性が金を身につけることは社会的タブーとされており、グリーンバウムは歴史的実例の少なさに関して次のように述べた。イスラムのジュエリーの大部分は花嫁の持参金という形をとり、次世代に受け継ぐという伝統はなかった。 代わりに、女性が死ぬとジュエリーは、スーク、死の店が買い取り、地金に再利用したり、店に立ち寄ったものに売ったりした。そのため19世紀以前のイスラムのジュエリーは、非常に稀である。キリスト教の場合、新約聖書に金を身に飾ることを禁じる記述がある。角の装飾に警告を発する宗教は他にも多い。ジュエリーの歴史は長く、その使用法も、文化ごとに、 様々なものがある。ジュエリーは数千年もの年月を経て古代の文化の営みの様子を伝えてきた。最古のジュエリーはアフリカのホモサピエンスの発掘品から見つかった。南アフリカのではカタツムリの殻に穴を開けて作ったビーズが出土しており、ケニアのエンカプネヤムとのダチョウの乱獲に穴を開けたビーズは四万年以上昔のものと見られる。アフリカ以外にも クロマニョン人は骨、歯、石を、紐、動物の剣、曲がった骨に取り付けた天然のネックレス、もしくはブレスレットを所持しており、服を留めるのに使用していた。このジュエリーに貝殻や真珠層のかけらが加わることもあった。ロシア南方ではマンモスの牙から作られた彫刻ブレスレットも見つかっている。ホーレフェルスのビーナスには胸部に特徴的な穴があり、 ペンダントとして着用するためのものだったことが伺える。銅を使った最古のジュエリーは7000年前頃に例がある。古代エジプトにおけるジュエリー制作の最古の発掘品はおよそ3000年から5000年前のものである。古エジプトの人々は豪華さ、希少さ、加工しやすさの点で金属の中でも特に金を好んだ。エジプト戦王朝時代にジュエリーを 共同体内の政治的権力と宗教的権力の象徴に使い始め、富裕層は生きている間だけではなく、してからもジュエリーを副装品として身につけたのである。金のと同じように、古代エジプトでは彩色ガラスを宝石として扱った。宝石も手に入ったが、エジプト人は天然の色よりもガラスに自ら作り出せる色をむしろ好んだのである。ガラス製法が発達すると、 大抵の宝石の色を真似ており、それぞれに違った意味合いがあることから、色は極めて重視されたのである。例えば、死者の書によれば、ミイラの首にかけるイシスの首飾りは地を求めるイシスを満足させるため赤でなければならず、一方で、緑色は作物の成長や、肥沃さ、多産を意味した。ラピスラズリと銀は、国外から輸入しなければならなかったが、 それ以外の素材のほとんどをエジプト内もしくは周辺地域産である。例えば、クレオパトラのお気に入りだったエメラルドは、航海で採取されたという、ジュエリー製作はもっぱら神殿や宮殿に備え付けの大規模な工房がいった。エジプトのデザインを最も好んだのはフェニキアである。また、ペルシアに古代トルコのデザインを施したジュエリーがあることを考えると、 中東とヨーロッパ間の交易は珍しくなかったことがうがえる。女性たちは、聖地な金、銀細工を身につけて式典に臨んだ。約5000年前、メソポタミアの初都市において、ジュエリー制作技術は大きく発達する。それを物語る、考古学上最も重要な発掘は、紀元前2900年から2300年頃の、ウルの応募で、人間が数百人埋葬されていた。 シュメール文化に属するプアビ女王の墓などは、金の勝率像で装飾したラピスラズリの王冠、首にぴたりと添うネックレス、先端に石を取り付けたヘアピンほか、金銀や純宝石を使った工芸品が多数収められている。アッシリアでは、ゴフや足は複雑なデザインを複数の紐でかたどった重厚な首飾り、円筒印象など、意外は男性、女性ともに、 数多くのジュエリーを身につけていた。メソポタミアのジュエリーは、薄い金属板を材料に、数多くの色鮮やかな宝石をあしらうことが多く、形は葉型、螺旋型、円錐型、ぶどう棒型が流である。職人は尻尾焼きエングレービングなど多くの複雑な金属加工技術を駆使し、人間用に加えて、彫像や偶像の装飾のためにも製作した。製造。 公益に関する詳細な記録は、メソポタミア全土の遺跡から膨大に出土している。マリの王家の諸を例に挙げれば、様々なジュエリーの構成が記述してある。ギリシャ人が、ジュエリーに金と宝石を使用し始めるは、紀元前1400年頃からである。とはいえ、それ以前にも、貝殻や、動物の形をしたビーズは広く作られていた。紀元前年頃にはすでにアメシスト、 真珠、エメラルドが材料になり、また色付きのジュエリーも制作していた。インドのサードニックスを使用してカメを制作した最初の品も発されている。ギリシャでは通常他の文化よりもデザイン、製造過程がシンプルであり、時代が下るにつれてデザインはより複雑に、また素材の種類も多様になった。ジュエリーは滅多に着用されず、 主に公的な会見や特殊な状況で用いられた。しばしば贈り物として与えられ、持ち主の富と社会的ステータスや美しさを示すため、主に女性が着用したとされる。着用者を邪志から守ったり、霊的な力を付与したりするもので、宗教的な象徴として扱われる場合もあった。さらに古代のものが発見され、神に捧げられたという。当時、ギリシャ北部及び、 マケドニアがジュエリーの最大の生産地であった。ギリシャのジュエリーの多くは金、銀、造毛、宝石で作られ、また制銅や粘土の模造品も製造されている。製作技法には、芋のと板金からの叩き出し加工との二通りがあった。芋のジュエリーの製造数は比較的少なく、前形を半分ずつ二つ一組の石。 粘土の岩田で金属を鋳造して、それを合わせてから中に、牢や誘拐した金属を入れている。この技法は、青銅器時代の終わり頃から行われてきたものである。板金の叩き出し加工の方がいいものよりも普及した。これは板金をハンマーで叩いて伸ばし、2枚の板金をハンダ付けする技法で、形作った2枚の板金の間に空洞ができる。 その空間が潰れないようローソン他の液体を注入して保護してから刻印や彫刻などの様々な技法を用いてジュエリーの衣装が作り上げられた。ギリシャのデザインの起源はアレクサンドロス大王が一部を征服したアジアの領土などギリシャ外部まで辿ることができ、初期にはヨーロッパ他の影響も見て取れる。帝国の支配がギリシャに及んだ初期はデザインに目立った影響はないものの、 紀元前27年には、ローマ文化の特徴が強く出ている。とはいえ固有のデザインが育たなかったわけではなく、紀元一世紀の銀のフォックステールチェーンのついた下手の蝶のペンダントが、オルビア付近で見つかっており、同様の品は、他の地域では一例しか発掘されていない。古代のジュエリー作品、特にケルト人などのヒローマ民族のものは、優れた多様性を示したが、ローマ帝国が、 ヨーロッパのほとんどを征服すると、ローマのデザインを基調として、小さな派閥ができ。古代ローマにおいて、最も一般的な工芸品は、衣服を留めるブローチであり、大陸の各地から資源を集めて様々な種類の素材を得ると、ジュエリーに用いた。ローマ人は金だけでなく、青銅や骨、初期には、ガラスのビーズや真珠も材料にしている。 2000年前にはすでにスリランカからサファイアをインドからダイヤモンドを輸入しエメラルドや琥珀も使用していた支配下のイングランドでは来たイングランド産の黒玉を彫刻してジュエリーを作っている古代のイタリア人は天然の金を加工して留め金やネックレスイヤリングやブレスレットコースイールのついた大きなペンダントなどを作ったギリシャ同様ローマのジュエリーは 他人の邪死を防ぐことが主な目的の一つである。女性は多くのジュエリーを身につけており、男性は通常、指輪のみ着用した。指輪は一つは身につけることになっており、すべての指に指輪をはめたものや全くつけないものもいた。ローマ人が男女ともつけた指輪には石が取り付けてあり、その石に彫刻を施し、ローで文書に封をするために使われた。 この風習は中世まで続き、王皇貴族が同様の方法で文書の封をしている。帝国の没落後、ジュエリーのデザインは近隣諸国や民族へと広まってゆく。ローマ帝国滅亡後もヨーロッパにおけるジュエリー、制作技術は発展を続ける。特に、ケルト民族やメロビング町は、品質の点で、東ローマ帝国に勝るとも劣らなかった。服の留め具や五譜。 数はやや少ないものの印象が分かっているうちで最も一般的な工芸品である。ケルトではタラブローチが最も有名。ヨーロッパ全域でステータスや権力の象徴として広まったのはトルクである。8世紀に入ると男性用には宝飾付きの武器類が一般的になる一方、印象指輪を除くとあらゆるジュエリーが女性用を取れる。その実証は シャロンイコールスユルイコール、ソーヌ近く、6から7世紀の若い女性の墓所で見つかった。服装品は2辺の銀のフィビュラ、ネックレス、ブレスレットと金のイヤリングに2個一組のヘアピン、駆そしてバックルである。ケルト美術の特徴は、パターンの繰り返しとそれを組み合わせたデザイン、対するメロビング調は様式化された、動物模様であった。これらばかりか。 写真で示した西ート族のジュエリー、また、イギリスのサフォーク州サットン風で、アングロサクソン人の船草遺跡が見つかり、そこで発掘された数々の装飾品などが、特に有名な例である。この時代、ヨーロッパ大陸ではおそらく七宝焼きとザクロ石が、最高の組み合わせで、最も普及したと考えられる。ローマ帝国の東側を引き継いだ東ローマ帝国は、 宗教こそ違えど、ローマ帝国の手法を多く受け継いだ。だが近海に代わり軽い金箔を用いた点、石と宝石により力を注いだ点で、ローマ帝国、フランク帝国、ケルトとも異なる。東ローマ帝国の富裕層の女性は、ヘアバンドに、ルーシュのコルトのような飾りを施し、男性向けはほぼ印象指輪に限られた。女性向けには例えば、ヘアバンドに、 コルトを施したように独自性が見える。この時代のジュエリーは一般に所有者と共に埋葬された。ルネサンスと海外進出はヨーロッパのジュエリーの発展に大きなインパクトを与えた。海外進出と貿易の発展を通じ17世紀には多文化の芸術に触れたり多種多様な宝石を使ったりする機会がますます増えていく。 それまでもっぱら金や貴金属中心の加工に馴染んできた製作現場ではこの時代に宝石を使い始めセッティング技術の向上が見られた。イギリスのロンドンで1912年に偶然発見されたチープサイドの財宝という実例がある。ある宝石商が東インド会社の栄えた共和国時代に隠した財宝である。内容はコロンビアのエメラルドやトッパーズ、 ブラジルのアマゾナイトや、スピネルやアイオライト、スリランカのクリソベリル、インドのルビー、アフガニスンのラピスラズリ、ペルシャのターコイズ、航海のペリドット、ボヘミアとハンガリーのオパールやガーネットとアメジストなどである。エナメルの指輪にはしばしば大きな石をベゼルセッティングした。この時代、注目に値するコウリ賞はジャンバティスト・タベルニエ。 1660年にホープダイヤモンドの原石を買い取ってフランスに持ち込んだ人物である。ナポレオン・ボナパルトは1804年にフランス皇帝に即位すると宝石やファッションを盛り立て復古町のアンピール様式を流行させた。定位にあった間、宝石賞がパリュールを考案する。パリュールとは様々な宝飾品を同じ宝石でまとめた人揃いのことで、 例えばダイヤモンドのパリュールなら、ティアラ、イヤリング、指輪、ブローチ、ネックレスと、すべてダイヤモンドで統一するのである。ナポレオンの二人の妻も、このような、美しいセットを持ち、日常にまとった。ナポレオンが復活させた、もう一つのファッショントレンドがカメオである。カメオを飾った皇帝の冠が披露されると、たちまちカメオがもてはやされた。この時代には、 コスチュームジュエリーの台頭も見られた。真珠の代わりに、魚の鱗で覆ったガラス玉、石の代わりに巻貝で作ったカメオといった具合である。新しい技術の成り立ちによって用語が作り出され、貴金属で製作するものを、職人、貴金属を素材とするものを、宝石採掘師と呼び分けた。この故障は、現在も使われている。18世紀の終わりに始まる。 ロマン主義は欧米のジュエリーの発展に大きな影響を与えた。現代考古学の誕生によって発見された財宝や中世やルネサンス期の芸術こそおそらく人々にとってもっと魅惑的だったのであろう。産業革命の結果、いわゆる中流階級の人々が財をなしジュエリーを求めて購入に走った。その結果、工業的技術、安い合金、 代替宝石などを用いたペーストやコスチュームジュエリーが開発される。優れた技術を持つ金細工職人は引っ張りだこであった。より裕福な講演者が自分のつけるジュエリーは一般大衆のものとは別格であることを示そうと高価な金属や宝石を使用するばかりか芸術的にも技工的にも優れた作品を求めたからである。フランスのフランソアデジレフロマンイコールムーリス、コッソ。 波外れた才能を持った金細駆使だった。ロマン主義的な考え方に基づくモーニングジュエリーは、この時期に特有のものである。英国のビクトリア女王が、福君のアルバートコーナキアと黒玉のジュエリーをしばしば身につけたことから、この慣習が始まった。これにより、愛する者の死にあって、もに服している間もジュエリーつけ続けることが可能になったのである。 米国では1837年にチャールズ・ルイス・ティファニーがティファニー商会を創設すると米国は宝石業界から売り先として注目され始める。例えば、エイブラハム・リン・カーン夫人から受けた注文に応じてティファニーが目の眩むような金額の宝石を買い取ったなどから評判を高めていく。後に映画ティファニーで朝食をお通して大衆から人気を得るティファニーだった。 フランスでは、ルイ・フランソワ・カルティエが1847年に、カルティエ商会を創設し、イタリアでは1884年に、ブルガリが創業。こうして、近代的な工房が生まれ、伝統的な個々の職人と講演者との関係が、だんだん崩れていく。東洋と西洋の美が初めて出会い、融合を試みたのもまたこの時期である。 ドイツのフォーツァイムでドイツと日本の芸術家が共同作業で尺道の細潜在工を生み出した。次の時代への移行期を示すように、偉大なロシアの宝石賞で芸術的デザイン感覚に優れたピーター・カール・ファベルジェが現れると、ロシア皇帝の注文に応じて、インペリアル・イースターへを制作する。作品には、父、グスタフの工房で職人から受け継いだ技巧を駆使し、 アベルジェのエッグとジュエリーの数々は未だ宝飾職人にとって技術の域と考えられている。1890年代、時代を接見するアール・ヌーボーのスタイルの可能性を宝石商たちは模索した。密接に関連するのがドイツの有限とシティールや英国、また少しは米国も、のアーツクラフツ運動である。ルネラリックはパリのサミュエル・ビングの店で働き、 現在では、アール・ヌーボーの騎手とされている。ダルムシュタットの芸術家村、ウィーンのベルクシュタットは、ドイツにこの潮流を運ぶ源となった。その間、デンマークでは、ジョージ・ジェンセン、現在では、元気でよく知られるが優れた作品を生み出し、英国では、リバーティ商会とチャールズ・ロバート・アッシュビーによるアーツクラフツーンが、流線型の特徴あるデザインを提供した。 この新しいスタイルは宝石商たちのこだわりを宝石のセッティングからジュエリーそのものの芸術的デザインに変化させた。ラリックの有名なトンボのデザインはその良い例である。エナメルが技術的に大きな役割を果たし、うねるような有機的ラインが最も特徴的である。第一次世界大戦が終わると流行は変化し、新しいスタイルがとって変わるようになった。 高まる政治的緊張、戦争の余波、そして世紀の変わり目に見られた大敗への反動からデザインはさらにシンプルな方向に流れた。その結果、製造効果も上がり、高品質なジュエリーが大量生産される時代を迎えた。この1920年代から1930年代にかけてのスタイルはアールデコとして今日までよく知られている。 バルタグロピュースとドイツのバウハウス様式は芸術家と職人の間に壁はないという彼らの哲学のもと様式化されたシンプルなスタイルへと流行を導いた。現代的な素材も生み出された。プラスチックやアルミニウムは早くからジュエリーに取り入れられ、有名なものにはロシア生まれのバウハウスの教師ナウム・スルツキーのクロムペンダントがある。技術は 素材そのものと同じくらい重要になり、欧米ではこの時期にドイツのエリザベスレスコーによってグラニュレーション、古代エトリア遺跡から出土したジュエリーに見られる金の粒細工の技術が再発見された。この技術の再開発は1990年代まで続いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。